裁判は審理が終了しました。3月の中旬頃に裁判所の判断が出る予定です。今一番の関心事はやはり福島県健康管理調査で出てきている子どもたちの症状です。率直に言って非常に私たちは危険な状態にあると思っています。福島の子どもたちをこれ以上被爆させない、一日も早く避難させる、そういう活動をみんなで盛り上げて実現したいと思っています。甲状腺がん確定診断が3人、それから疑いが7人で、7人の方は細胞診でも黒という判定が出てますから、最終的に確定診断される可能性が非常に高いということです。でこの10人の方は平成23年度二次検査が必要な、B 判定約180人、そのうち、二次検査が終わった150人のうち10人が甲状腺がいたということです。ということは15分の1の確率で出ている。じゃあこの平成24年度はですね、B 判定が約550人、確定するだけで550人で、さらに福島県はさらにプラス200人は出るだろうというふうに言ってます。そうなると750人ですね。で750人の子どもから15分の1の割合でですね、甲状腺がんが出たらもうそれだけで50人です。23年度の10人と合わせると、ひょっとしたらもう60人の子どもが甲状腺がんにかかってるかもしれない。福島ではすでにもう2年目から数十人単位で出てるということになれば、じゃあ今後4、5年経ったら一体どうなるのか、さらにそこから10倍も増えるということまで視野に入れて考えなければいけない、そういう事態になっていると思います。しかしそういう事態になっていながら、政府行政あるいは大手マスコミは、全く動こうとしません。これほどそのこの我々の社会っていうのは人に冷たい社会だったのかということで愕然とする思いです。67年前たくさんの人の命を犠牲にして廃墟の中で、我々はこれから平和な国を作ろう、人に優しい社会を作ろうというふうに誓ったはずです。そしてこの67年間我々が一体どういう国を作ってきたのか、どういう社会を作ってきたのかということが今問われてるんだと思います。2011年6月郡山の小中学生14人が福島集団疎開裁判を起こし、郡山市を訴えました。2011年12月16日の夕方、判決が出るということで、原告の一人である私は柳原弁護士と郡山地裁へ駆け込みました。裁判所の方が私たちに差し出した書類に却下という文字が書かれてあるのを見て、一瞬目の前が真っ暗になりました。将来福島県、いや日本を担う子どもたちを皆殺しにしてしまうのかと。どうして日本は、この福島はチェルノブイリの二の舞になろうとしているのだろうか。今日も子どもたちはランドセルを揺らせながら通学路を走っていきます。教育委員会は不安を煽るとマスクを勧めません。もう当たり前に行われる戸外の行事、子ども向けに企画される新たなる放射能安全神話教室、除染作業員に16歳の少年がいた事実、避難や保養プログラムへの公的支援の減少、全く進まない子ども被災者支援法、この国はおかしい、変だ、柔らかな子どもたちの命が大切にされないのです。司法が命の側にいないときに、司法が市民の側にいないときに、この国は輝きを失い、灰色の影が差します。大人の責任としてできることをやり続けていきましょう。武藤瑠衣子。福島県内では今、新しい安心安全キャンペーンがまた猛烈な勢いで進んでいます。毎日のようにどこかで放射能は大丈夫だ、これぐらいの線量だったら影響はない、健康被害はない、そういう講演会やちっちゃな学習会が本当に毎日のように行われています。
私たち福島県民は本当に疲れ切っています。子どもたちのこの甲状腺の検査の結果に不安を募らせていますが、でもどうしたらいいのかわからない、もう疲れてしまって考えるのをやめたい、そういう気持ちにつけるような形で、その新しい大丈夫だというキャンペーンが始まっています。毎日毎日新聞やラジオや町内会や学校の中でそういうことを聞かされるんです。本当に負けてしまいそうになりますが、でも現実をしっかり見ないといけない、そこからしか出発しません。毎日復興のためにということでテレビも新聞も言っています。子どもたちが作文に応募して最優秀賞を取る作文は必ずこの福島を復興させていきたい、自分たちが福島を良くするんだ、自分たちが大人になったら支えるんだ、そういう作文が優秀賞を取っています。もう本当に子どもたちを総動員して子どもたちを先頭に立たせて、やってきているんだと。郡山市現地に住んでいましたら市民は語らず下をうつむいて歩いている、子どもはマスクもせずに遊び回っている、そういうところに住んでいます。はっきり言って状況は絶望的です。だが絶望は希望の反対ではありません。絶望すればこそ希望を人は探します。子どもたちを守れ、嘘をつくな、隠し事をするな、子どもたちを避難させろと常に叫んでいきたいと思います。ありがとうございます。こんにちは、実力した人山の方たち、福島県から私たちは来ました。今集団疎開、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 原発を誘致したのわけでもありません。彼らは完全に 100% 被害者です。それに対して国は 100% 加害者です。彼らは 100% 被害者である子どもたちを本当に今すぐ安全な場所に逃がす最低限の義務があります。もう一個大事な力が必要です。それは皆さんの声です。皆さんの声が大きく力強く日本中世界中から起き上がってくるとき、それが初めて正義と真実と皆さんの市民の声によって正しい裁き、子どもたちの命が救われる判決が導かれます。オーストリアの首相がこのデモを支持するメッセージを寄せてくれました。さらにスイスの国連のジュネーブがスイスにありますが、このジュネーブの市長がこの疎開裁判のデモを支援するメッセージを寄せてくれました。今この疎開裁判は日本だけでなく世界の人々が注目する、世界の人間にとって絶対負けることができないこの裁判です。
私たちは子供を救えないよう、救えないようではこの日本の未来はありません。私たちの未来を希望とともに歩むためにも、ぜひこの裁判に勝って福島の子供たちを救おうではありませんか。